これはですね、はい、49年 FL パンヘッドですね、はい、まあ、ご覧の通りチョッパーです。もともとこのハーレー好きになった理由がやっぱ映画のイージーライダーだったんで、イージーライダーのキャプテンアメリカ号とあのデニス・ホッパーが乗せたビリー号の掛け合わせにしたいなと思って、それであのタンクは、まあ、正常機なんですけど、一応なんか自分の中のコンセプトとしてはあのイージーライダーの撮影中にあのバイクが盗まれちゃったんですけど、それが後で発見されたっていうストーリーで、だからその盗んだやつがこうごまかすために清浄機に黒いペンキで塗ったのが剥がれてきたっていう設定にしたくて、でまあこのタンクはもともと新品だったんですけど、青空ワークスさんにこうそのイメージで塗ってもらったっていうか、だからこれはエイジングペイントなんですけど、だからこの後ろ回りはもうほぼビリーバイクで、でタンクとハンドルで、今日新たにライトがピーター・フォンダー仕様になったというか、あ、バラバラですね。フレームも全部エンジンもバラバラの状態で、そっから組んできた、そっから組んでもらったっていうか、はい。じゃあエンジンとかもオーバーホールして、フルオーバーホールで、フルオーバーホール、だから最初に、まあ、パンヘッド欲しいって言ってから、はい、まずなんかエンジンの写真が送られてきて、はい、まあ、49年の FL って言われて、特にあの年代までは指定してなかったんですけど、はい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 、ただフレームはウィッシュボーンがいいって言ってて、はいはいはい、でウィッシュボーンにしてもらって、そうですね、まあまあ、一応リンカートだからノーマルはノーマルなんですけど、まあ、いずれちょっとピーター・フォンダかデニス・ホッパーかどっちのタイプかのカバーつけたいなとはちょっと思ってます。あ、なるほど。いや、まあだから、まあ、リンカートだからノーマルに近いんだと思うんですけど、全然普通にマイルドに走ってくれるっていうか、ポジショニングも、はい、キュウさん背が高いんで、いや当初ね、はい、横溝さんが、まあ、イージーレーダーって話してたから、はい、フォアコンだったんですよ、はいはいはい、だけど僕スーサイドクラッチが初めてだったから、はい、ちょっと怖いからミッドコンにしてくれっつってミッドコンにしちゃったんですけど、はい、フォアコンも良かったなと思って、だからいずれフォアコンにするかもしれないです。ああ、本当ですか。いや全然ね、フォアコンにしても余裕なんですけど。余裕ですよね。そうなんですよ。かなり余裕ですよね。そうなんですよ。あ、だからね、僕バイク業界だと、はい、セールスポイントが、はい、あのピーター・フォンダと同じ身長なんですよ。だから同じ感じで乗れる はずなんですよ。ピーター・フォンダがね、これなんですよ。あ、そうなんですか。ライザーのライザーなんですよ。二段構えでね、だからまあ結局ハンドルはそうでもないんだけど、結局エイプみたいなポジショニングなんですけど。そうですね。でも僕めっちゃ乗りやすくて、ちょうど全然そんなこんな感じでもないんで、そうですね、割と普通に乗れるっていうか、全然滑稽感は全くないです全くないです。馴染んじゃってる感じ。そうなんですよ、のめちゃくちゃ乗りやすいっていうか。
あ、もちろん、はい、ミュージシャンやってます。本職はベース弾いてます。はい、そうなんです。今ちょうどツアー中で、でたまたま今日休みだったんで、遊びに来たって感じで。なるほど。でも最近なんかやっぱ週末ライブが多いから、割と週末にいなくなって平日は家にいたりしますけど、はい、あとはスタジオとか。そうですね、まあレコーディングとか、はい、横溝さんと何年前だ、でも2年ぐらい前に知り合ったんですよ。そうなんですか。だから割と最近で、でまあホグホリックのことは僕もちろん知ってたんですけど、でまあパンヘッド欲しかったっていうのもあって、で共通の知り合いに紹介してもらって、はい、で横溝さんと会ったら、横溝さんも音楽好きだから、そうですよね、すごい意気投合しちゃって、そこからもうすっかり仲良しになっちゃって。そうですよね。そうなんですよ。ただ僕ホグホリックに行っても、はい、横溝さんが楽器と音楽の話しかしてくれなくて、僕バイクの話したいんですけど、す、ね、一切してくれないですけどね。そう。そうですね、これの前がエボスポ乗ってたんですよ。でエボスポをもうボルトンリジットにして、それがもうフォトチョッパーにしてたんですよ。 で僕免許取ったのが6年前なんですよ。はいはいはい、はい、だからそれまでバイク全く乗ってなくて、でまあその若い頃、それこそイージーライダーとか好きだった頃はこういうのすごい調べて好きだったんですけど、まさか自分がこう変えるようなもんだと思ってなかったんで、全然まああと音楽もやってたから、はい、そっちの道に進んじゃったんで、なんかすっかり忘れてたんですけど、その6年前にふとなんか免許を急に取って、そっからバイク乗り出したんで、まだそんなにバイク歴はまだ10年も乗ってないみたいな感じです。まだヴィンテージハーレー初心者なんですよ。まだだってこれ納車して1年経ってないですから。まあでもね、割と免許取っていろいろバイクのこと調べ出したら、こういうヴィンテージハーレーの世界があるって初めて知って、めちゃめちゃかっこいい。そう、それで割と早い段階でホグホリックの存在は知ってたんですけど、なんかちょっと敷居が高そうで、なんかちょっと僕はいけないなと思ってたんですけど、話してみたらめっちゃ話があって、そこから急にグイグイと気がついたらパンヘッド買ってたの、くださいって言っちゃってて、まんまと引っかかってしまいました。そうですね、はい、忙しい中すいません、いい貴重なお時間いただいて、ありがとうございます。